隣の席の阿波連さんとは距離を感じる。阿波連さん、おはよう。隣の席よろしくね。はい、落としたよ。俺嫌われてるのかな。何？何か言って、何か言ってる。え？教科書忘れた。距離近くね。阿波連さん、本当に測れない人だ。いろんな意味で。ありがとう。阿波連さんは測れない。2022年4月より放送スタート。だから近くね。